次だ。うちで勉強会やるからその時に必ず。まああまり期待せずに待っていますよ。ではそろそろ私は落ちますので。ああまたな。勉強会、それがどうしたんですか？ああ、つまりお嬢様は明日、大人の階段を上るかもしれないと。いえ、何でもありません。勉強会、頑張ってきてください。さすがお嬢様。天然というか、純粋というか、しかし、カラスマ様があれをちゃんと渡せれば、それなりの雰囲気にはなるはずですね。念のため、お赤飯の材料だけは用意しておきましょう。こんな朝早くから来客とは？ん？よく見ると、どこかで見た顔のような。思い出せませんね。こんな朝早くにすみません。僕は京子さんと同じ学部に在籍している鷲崎かがりというものですが、今日は急ぎ彼女に知らせたいことがあって。おや、あなたはインタビューの時の。ああ、思い出しました。お嬢様について質問してきた方ですね。その説はご協力ありがとうございました。それで今彼女は。お嬢様でしたらお出かけになりました。カラスマ様のお宅へ。なんということだ、遅かったか。そんな彼の急ぎ知らせたいこと、これは聞かざるを得ませんね。鷲崎様、それほど急ぎの要件でしたら私からお嬢様のお耳に入れておきますが。ありがとうございます。そうしていただけると助かるのですが、しかし何分込み入った話で。ほう、込み入った話。それは大変ですね。お嬢様に関することでしたら私も把握しておく必要があります。お聞かせ願えませんか？わかりました。遅かれ早かれ耳に入ってしまうことでしょうし、どうか落ち着いて聞いてください。実はユキトが彼女の弱みを握り、関係を強要しているようなのです。弱み？ねえ、内容はわからないのですが、このくらいの小さな箱に心当たりは。このくらいのって、それはまさかカラスマ様が私の助言で買ったと言っていた例のあれでは。ご存知なのですね。あれには一体何が。ふむ、あれに関しては誰にも口外しない約束でしたね。私の口からはとてもカラスマ様からどんなお叱りを受けるかわかりませんので。ユキトに。ですが、そうですね、唯一言えることとしては、お嬢様にとって非常に危険なものであるということくらいでしょうか。心拍数的な意味で。危険な。そうですか。それはさぞおつらいでしょう。ええ、
早くどうにかならないかと私も悩んでいたところなんです。本当、とっとと渡してくれませんかね。わかりました。この鷲崎かがりに任せてください。あの箱は必ず僕が奪い返してみせましょう。は？奪い返す？今日僕と話したことは内密にお願いします。それでは。なんだかよくわかりませんが、とても面白いことになりそうですね。そうだな。進学してからは外で会うことが多かったし。ああ、なんでもないよ。とりあえず始めっか。ああ、すまん。今準備する。英語の問題でお前に聞きたいことがあったような。うっかりしてたぜ。こっちだ、こっち。どこだっけな。まあ今日じゃなくてもいいんだけど。ああ、気持ちは嬉しいんだけどさ、なんていうか、そう。お前って第二外国語は何を取ってるんだ？さすがだな。ポルトガル語なんて言われても挨拶すら出てこねえよ。こことかどんな意味なんだ？なるほど、この挿絵のカップルのことか。その次の例文は？おう。情熱的なブラジル人でもこういうことあるんだな。そこの続きはどうなってんだ？カルロス1まではわかるんだけど。ちげえよ。違うんだって。カルロスにもいろいろ事情があっただけでチキンじゃない。チキンじゃないんだ。見てろよカルロス、俺は必ずやり遂げてみせるぜ。京子、今日はお前に大事な話があるんだ。その前に聞くんだが、今日は体大丈夫そうか？そうか、分かった。じゃあ。
本当はもっと早く渡したかったんだが。こういうのって慣れないし、言葉にするのも難しいんだけどさ、京子、お前にこれを。そこまでだ。怪盗イーグル、ただいま参上。かなり、どうやら間一髪だったようだね。ユキト、悪いがこの箱はいただいていくよ。てめえ、いつの間に。いつの間に、聞かなければわからないとは同業者として恥ずかしいよ、ユキト。今はもう違うって言ってんだろ。それよりそれを返せ。おっと、そうはいかないね。さあ、もう大丈夫だよ。これでもう君は自由だ、京子。そうさ、だってこの箱の中身は。わあ、うるさいな、見苦しいぞ、ユキト。そうはいくか。とにかくその箱を返せ。どこまでも卑劣な男だな、潔く諦めろ。京子、君はなんて寛大な心の持ち主なんだ。そうだね、危うくユキトのペースに乗せられるところだったよ。ユキト、僕は君に一対一の決闘を申し込む。はあ？決闘？ああ、そうだ。君が勝てばこの箱を返してやる。だが、僕が勝ったら今後一切彼女との関係を絶ってもらう。ちょっと待てよ。どうしてそういうことになるんだよ。場所は君の母校、華陵常盤学園だ。今夜午前0時、そこで君を待つ。もし逃げるようなことがあれば、怪盗レイブンの正体を世間に公表させてもらうよ。な、では待っているぞ。何がどうなってるんだ。ダメだ。かがりはそんなに聞き分けのいいやつじゃない。いい、お前は心配すんな。これは俺の問題だ。気持ちだけもらっとく。だからいいか、勝手な行動はするな。絶対だぞ。場所は君の母校、華陵常盤学園だ。今夜午前0時、そこで君を待つ。かかりめ、どんな勘違いしてるか知らねえが、よりにもよってあれを奪っていきやがって。今度という今度は我慢の限界だ。またこれを着ることになるなんてな。ナナか。あ、お兄ちゃん、言われた通り鷲崎のおじさんから例のものもらったよ。よし、今すぐそれの解析に入れ。それと
あともう一つの方も頼むぞ。はいはい、了解。カラスだからってなめんなよ、怪盗イーグル。遅かったね。逃げたかと思ったよ、怪盗レイブン。よく言うぜ。野獣馬呼んだのはお前だろ。おかげでここまで来るのに苦労したぜ。すまないね。怪盗イーグルは代々囚人の視線がないとやる気が出ないんだ。それにもしも君が逃げ出した時、君の正体を世間に明かすのが楽だろう。そうかよ。まあいい。それでルールは？なあに、簡単なことさ。僕からこの箱を奪えたら君の勝ちだ。わかった。おっと、何も考えず真正面から飛び込んでくるなんて、考えなしにも程があるね。どうしたんだいレイブン、まさかこれで終わりじゃないだろう。